国会トークフロントライン川戸恵子です。今日はキャノングローバル戦略研究所研究主官の。三宅邦彦さんをお招きいたしました。三宅さん、よろしくお願いします。今日は三宅さんをお招きしたのはね、はい、実はもう選挙。あと二三日で投票日、はい、ということなんですけれども。なん、はいはい、で私なんですか。<laughs> いや、それがですね。<laughs> やっぱり今回の争点というのはやっぱり外交とか安保というのは出てこないんですよね,、うん、すねこれはもう通例なのかもしれないですけども、うん、やっぱり今世界の情勢を見るとそんなにのほほんとしていられるのかなと思うっと言いましたけど、ね、<laughs> 世界中で、ね、外交安保というのは争点にならんのですアメリカもそうですかです全<然> やっぱりでもアメリカなんかある意味自分のところで賄えるからいいんですけれども日本は本当にどんどんさらされてますよねその中でのほほんとしていいのかなというんで今日は三宅さんをお招きいたしましたのでよろししくお願いいたしますそれで争点としてまあ挙げられているのはやっぱり中国が一番ですよねどうするかっていうのからミサイルが飛んできたので北朝鮮。 それからそれに伴ってまあこれだけ軍事的なところがあのエスカレートしてきたので、うん、敵,敵基地攻撃をどうするかとか、うん、それから安保防衛費これを1%枠ないとこはこれなんていう議論、はい、ここら辺が争点に一応なってますので、はい、まずは中国問題からぜひお伺いいしたんですけれども、はい、あの中国問題を、ねはい、あのお話しする前にそのやっぱりわれわれが今どこにいて、うん、今までどこから来て、うん、どこへ行くかと。はい あの選挙の結果にかかわらずねあの選挙結果変わってもあの国際情勢変わりませんから私の見方は1つの仮説ですよ仮説だけれども1940年代中頃から冷戦が始まりましたよねそしてアメリカの関心は基本的にヨーロッパ向いているそしてソ連が対象だった。 その時には別に日本は、まあ、あの戦争直後だったこともあるけども、はい、別に日本の助けはいらなかったんですよね。そうですねだから経済発展という,う世界になりましたよねところがソ連が崩壊して、うん、91年に何が起きたかというと湾岸戦争が起きて、うん、で2001年この10年後に9.11があってもうそこからアメリカはもうテロとの戦いにのめり込んでいくわけですよね。うんうん そしてアメリカが20年間、少なくとも、まあ、30年間かもしれないけど基本的には中東の陸上で戦闘をやっているときにですよ、うん、中国がその2 3 0年の間に海上で非常に力をつけてきた、うん、そのことはやっとアメリカは理解して、うん、そして、えー、この間あ菅総理が日米、えー、首脳会談をやっていましたね,ねあるいは4月の16日だったと思うんですが、うん、その2日前に 実はバイデンさんはアフガニスタンからの撤退を発表しているんですよね。うん、つまりこれはあの決して偶然ではなくてです、ね、アメリカの関心が中東からさらにインド太平洋に移ってきた、はい、ということですが、ねまあ、インド太平洋というのは中国という意味なんですけど誰も言わないけど、はい、でそこでじゃあ日本にとって何を意味するかというとヨーロッパの東西冷戦はどちらかというと、まあ、傍観者ではないけども。うん その直接関係関係、はい、中東はエネルギーのもとだから大事なんだけど、うんうん、日本が何かするかというと別に中東日本なしでもアメリカいろいろ仕事はできるブーツオンザグラウンドって言ってお金だけ出したって言ってした、ね、だけどねインド太平洋地域東アジア地域ってのはねアメリカは日本なしには何もできません。うん、そしてカデナがあり佐世保があり、うんうん、横須賀があり在日米軍基地があり、うんうん まあ、あと韓国にも、うん、フィリピンにもありますけれどもなんといっても鍵は日本ですよね。ねということはね、ええ、今までは、まあ、スポットライトが当たってなかったんだけど、うん、突然アメリカがインド太平洋にシフトした時に関心がね、うん、日本が果たすべき役割ってボーンと上がっちゃったんですよ。だけどもそれが実は起き始めたのはこの1年2年ですよね、うん、特に本格的に起き始めたの。うん ところがあのおそらくあの日本の国会の方も含めてですけどその急激な変化っていうのは必ずしも全部理解されていないような気がします、うん、その中で我々は中国をどう見るべきかととといいうことだと思いますね、うんまあ、中国の動きは激しくなってますけど、うん、それの原因っていうのはね、うん、ある意味あここにちょっと出しておきましたけどもついこの間はもう中国とロシアが一緒になってぐるっと日本の周りをこう回ったりとかね、うん、それから戦闘 近辺に飛行機がたたくさん来たりとかもうそういうことが起きてますけれどもそれのもともとはなんかいわゆるさっきおっしゃった自由で開かれたインド太平洋構想のホイップだったり、はい、そこから派生したクアッド、うん、インドが入ってとかそれから別に今回オーカスでしたっけアメリカがえっ、ー、と イギリスとオーストラリアを供給するのみたいなでだからその軍事同盟のこっちがすごい活動が活発だから、うん、逆に中国も活発化したっていう考えもできるし、うん、そうじゃなくていや中国の方が先だとかいう経済力をつけてね、うん、あの中国の立場から考えるとね当然なんですよだってアヘン戦争でイギリスに古典版にやられました、うんね、香港取られちゃいました、うん その上にこの後ヨーロッパでどん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 植民地支配が始まってアメリカもやってきてさらには日本までやってきやがって、うんね、んだこれはと、えー、この歴史の屈辱、うん、このトラウマをどうやって晴らそうかちょうどあの明治維新の後ね、うん、日本もえ不平等条約を結ばされて、はい。 そそしての条約改正でエネルギーを使いましたよね、それと同じようなメンタリティーだと私は思うんだけど中国は中国なりにやられたものを元に戻したいとそうするとまだイギリスを思い出したポルトガルを思い出したマカオからあれ、まだ残っているのは誰だった？アメリカですよ。ですから、中国の世界観からすれば中国が一時的にせを支配した中国の影響圏になるものの中にこの 西洋的要素ががないいいことがやっぱり一番いいんですよ、まあはい、そうなると一番ああの目の上の炭鉱部っていうのはアメリカなんですね。はいはい、でそれであの自分たちなりに主張したつもりだけど<ー>我々からすればとんでもないとう<ー>、ね、現状をあなたたち力で変更しようとしてるんでしょうとう<ー>我々は現状維持勢力なんでとんでもないっていうことになって、まあ、ガチンクが始まる。<ー>だけどこれって非常に1930年代の日本に似た部分があってですね おそらく太平洋の西太平洋の覇権をそのアメリカが取るのかそれともアジアの国が取るのかというこのう90年前にね起きたことが形を変えてまあ日本はあのそんなに大きな国じゃなかったですけど中国は日本の人口10倍だし。ということは1930年代よりも10倍大きなマグニチュードで この戦略的な環境変化が今ここの地域で起きているということですよね。それを我々はその中国の側に立つ必要はないんだけれども問題は中国をいかに懲らしめるかではないんですよね。この彼らがやろうとしている現状変更をいかにしてさせないかいかにして抑止するかであって決してドンパチでやろうということでアメリカも欧州もインドも立ち上がっているわけでは決してないと思います。 ただねその中国のその広げ方ねそれがさっきおっしゃったように自分のこれまで支配してた地域だけならいいんですけれどももっと一帯一路にしろもっと外へってもっと外へっていうのがすごくあるというのが一つと一帯一路っったってそんな成功してるわけじゃないですからね成功するしなしなくて意図としてねやっぱりそういう意図が大きな国だからねちょっと風呂敷広げるとブワーッと広がるわけですよ でまあ、みんな苦労するわけだけれども、えー、決して彼らはそういうつもりではやっていないところにこの悲劇があるんだと思いますよ、うんうん、こっちと向こうとの見方の違い体制が全然違いますでしょう、うん、でもその彼らからすれば西洋型の民主主義なんてあんな非効率なものはないしね、うんうん、我々のやり方が一番効果的だとでそれであのちゃんと人権を守っているんだとこうおっしゃられたらねほらちっと <laughs> ただ、ね、言葉を失いますよね。 特にに今の時代においいい人権という意識が、ねうん、全然違いますでしょうだからこそヨーロッパもやっぱりあのこれまで中国一辺倒だったのが、うん、やっぱりこの西側諸国のそういう民主主義の方にやっぱり力を軸足を置いてるっていうところはありますよね。うん、ありますよね。だけど、うん、中国にはその神との契約から生まれてくる人権の発想というね、うん、それ自体がないんですよ。 要するにキリスト教なりユダヤ教なりもしくはイスラム教であってもね神と契約をするだから神,との神の法があるその法の中から人間が人間は作られたもんだけどその時に権利があるこういう発想は中国にはないんですなぜかというと中国では神様が人間を作ったんではなくて人間が神様を作るからなんですよ。 だから全てが政治的になるのは当たり前なんで、うん、絶対的,絶対的神,神が見ないんだからでも中国の皇帝というのは神から言われて、うんまあ、ではないそうかもしれません、天、はいね、から。ええ、でも、ね、いわゆるあの唯一、絶対心創造者としての絶対心という発想は全くないんですよ。<ー>だから人間対人間の関係だから全てがポ,、うん、ポリティカルなのに決まっているんですね。 その部分ではあの我々が考えているようなもしくはヨーロッパアメリカで生まれてきたような人権発想っていうのは全くないんですよ。それがあの非常に大きなギャップだと思いますね。でもそういう世界とではじゃあこれからずっと付き合っていかないといけない<う>戦争には絶対したくないわけですよね。うんええ、だからそこをどうするかっていうのは非常に大きな問題だと思うんですけれども。はい そこのシンボルが今台湾これはもうアメリカも反応してますしいろんなところ反応してますけれども今度こういう本10月にお書きになってこれは僕にしては真面目に書いた本でございまして台湾危機のシナリオそれはまあどのくらい驚かれるかですとしてねポイントは何かというと今までの米中海戦論 もしくは台湾をぐる議論というのはとにかくミリタリーハードウェア、うん、すなわち、えー、軍事的な能力に集中していて、うん、でこんなこともやるあんなこともできるかもしれないだって一番初めそもそも台湾危ないって言ったのはいつでしたっけ、うん、ついこの間今年になってから、うん、アメリカのアメリカの太平洋軍司令官がねそうそうインド太平洋軍か6か月以内って言ったんだけどそ,<う>それもよく読んでみると必ずしもそうじゃない。うん、その、うん 大事なのはミリタリーの能力だけじゃなくて脅威ていうのは能力と意図ですから意図がなければ脅威はないんですよ。ということは中国が台湾を侵攻するとみんなそういう前提で話してるけど本当にするのかとするんだったらどういう条件でするのかと国内的な理由なのか党内のあれなのか軍事的に勝てると思うのかそれによって抑止の仕方が変わってくる。ですから その意味でいろいろなその台湾に対する有事の可能性を分析しまして個、ね、々の,のシナリオにおいてどのような抑止,抑止が一番効果的か。うんうんうん 必ずしもその全てが軍事的な能力に対する抑止、うん、による抑止だけじゃなくて、ね、政治的にも経済的にも、うん、それから場合によっては情報戦でも、ねうん、抑止の仕方があるわけです、うん、そういうことをちょっと書いた本なのでありがとうございます軍事的にはさっき言ったみたいにこの本当にあちこち南シナ海もそうだし、ねうん、ここら辺もそうだし台湾の、まあ、軍事的にここは金門バスを。 から台湾実はこんな小さく書いてありますこの周りいろんな諸島台湾諸島がありますね南シナ海にもありますからねそんなとこ簡単にできるんじゃないかって今のだってすごいですよね台湾じゃなくて中国の軍事力っていうのも今台湾に関する限りええ、まあ台湾の当局は2025年までにと言ってますけどまあおそらくもうある程度の力は持っていてアメリカが仮に介入しても 中国が単独で台湾を解放する能力はですね、うんえー、持ちつつあると思いますうんですからその意味では能力的にはですね極めて危険な状況になりつつある、うんです、うん、ただしいやそれが必ず起きるっていう保証はなくてなぜかっていうとですね 台湾問題というのは中国共産党の統治の正当性といいますか、うん、中国の成り立ちそのものの一丁目一番地ですよね,、はい、すよね中国は一つなんですからそうそう習近平もなんか台湾統一を果たさなくてはならない歴史的な任務だう、ええ、そ目的はそれでいいんです、ええ、だけどじゃあ動機は何ですかと、ええ、なぜ動機のことを言うかというとねあの本にも書いたんだけどもこれあのでやってみるかやってね、うんうん、あ失敗しちゃった じじゃゃあまたやるかそういういい問題じゃないんですよ失敗したらね、はい、これ習近平体制だけじゃなくて下手したら中国共産党がすっ飛ぶかもしれない失敗の仕方によってはね。ということは台湾にそんなに簡単に手は出せるないような状況が今我々作っているからだから彼ら失敗するかもしれないと思っていて失敗したら 自分たちに後が先がないと思ったらです、ね、やっぱり慎重になるこれが抑止ですよね。その抑止をするためにもし中国の軍事的能力が高まっていてそして政治的な意図も高まっているかもしれないんだったらばそれに対して何も徹底的に中国を制圧する必要はないわけです。中国が台湾に手を出した時にあこれはどうもうまくいきそうもねえなと思わせるだけの。 え抑止力え具体的には軍事力だけじゃなくて政治力外交力経済力これを見せつけることによって抑止をするというのが基本的な考え方だと思いますですから何から何も必ずそのドンパチが始まるということではなくてねそれ以外のいろいろな可能性を考えなきゃいけないんだろうと思ってますただねやっぱりその場合の意図っていうのはやっぱりすごい大きくて大きくってうんですかそういうのは。 やっぱり今の習近平体制のこの作り上げようを見てるとね、うん、やっぱりもう一党独裁でなんとかしてないせいで中国国内を固めようというなんか意図が見え見えだと<う>逆にそれがまあ軍部に行ってちょっとこう、えー、外れちゃったりということは、うんうん、あるいはそっちのほうが怖い、うん、その実力は持っているわけですから一つ,つは、はい、中国がそのおどうやって。 まあ当時の正当性です、ね、これを維持するかですよ、うん、中国共産党ができた時の統治の正当性というのは簡単で中国を統一しました、うん、それから抗日愛国戦争で勝利しました、はい、日本に勝ちましたと、うん、これでやってきたわけですよね、うん、ところが、まあ、中国が一つというのは台湾がネックになってあるんだし、うん、まあ今さら反日やってもね、うん、もあんまり効果ないと、うんうん、それで小平さん何を考えたかというとこれに経済発展を加える、うん。 そして中国共産党の下で経済的に豊かになって、うんうん、だから共産党の指導を受け入れてくださいとこういうまあ3本目の柱を出したわけですよね<や>見事に成功したじゃないですかしてないんですよ。といなんかうのは豊かになったかもしれんけども、うん、実は貧富の差が拡大したんですよ。はい しかもそのやり方というのは国家重商主義的な部分と新自由主義的な部分があるから要するに底辺の人たちは見捨てられるんですとなると貧富の差が拡大する金持ちはどんどん金持ちになっていくそれに対する反発が民衆から出てきてそれに対する対応がですねいわゆる共同富裕と言われるあのどうもこの貧富の差をしっかりと。 を是正してね、うん、そして共産党の統治の正当性をもう一回再確認してもらうというところまで来ちゃったということですこれがまずポイントとしてあるそれからまあ軍事的に考えた場合ねその中国、これはいろいろな議論があり得るんですが中国では必ずしも軍人は尊敬されていないんですよ。そうなんですか要するにあの人殺してあの食っていくなんてこれは最低の職業だと。 うん、ああのエリートはそんんななことしないんですよ、うん、の世界ですから、ね、あ武人というのはね必ずしも尊敬されてない、えー、そうすると武人が仮に台湾解放できますよと、うん、解放軍の人がね、うん、言ったって本当にそれできるんかいと、うん、いうところはあってですね今あの人民解放軍確かに強力な 軍隊ではあるし装備もしっかりしてるんだけど本当にやれるの、うん、彼らあれですよ1979年以来戦争やったことないんですから <laughs> そす、ね、しかもその79年の相手はベトナムで, <laughs>、ええ、でベトナムに押し置きに行ったらですね <laughs>、ええ、逆に押し置きされちゃったっていう、うん、みっともない戦争が中越戦争ですよ。うん、ということは。 彼らがどのくらい強いか分からないやっていないと分からない部分があることも事実です練習はいっぱいしているけれども練習はいいんですよでもあれは練習だけど法官外交ですから、うん、す政治的にデモンストレーションですからみん、うん、こんなに航空母艦まで持ってるんだぞって、うんうん、航空母艦なんてすぐ沈められる兵器ですからね、はい、ですからその意味では中国の本当の実力っていうのは、うん、ああいう見えるものではなくてもしかしたらサイバーかもしれない、うん もももしかしししかかかたら宇宙れれない電磁線かもしれないい電磁こういうことを考えるとうん相当研究をしないと、うん、なかなか抑止は難しいと思うけど、うん、日本とはちょっと違うなという気がしますね、うん、あの頃の日本とは全然ちょっと違うという感じ、うん、でもう一つはやっぱり中国との向き合い方にすると、はい、やっぱり経済ってそうです、ね、この部分が大きいから逆にこれが抑止になるかもしれない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 実はそう思ったんですよね 1990年代、えー、あの天安門事件が起きた後、はい、あの欧米諸国は実は中国に制裁を加えますよね、うん、日本は必ずしもやりませんでしたけどでそれが徐々に解除されていくんですよ、うん、なぜかっていうとねあの時90年代日本も含めて欧米諸国なんて考えたかというと中国をこれから豊かにする、うん、豊かにすると市民社会ができるでその市民社会が民主化を進めるんだと。うんうん だから中国に対してどんどん投資をしても儲,、うん、儲けさせた方がいいんだということでどんどん,どん,どんやったわけですもちろん民間の企業の方々はそれは利順があるから言ったんだけど少なくとも戦略的に考えると中国を豊かにして内部から中国を変えようとしたんですね。 実は失敗したんですよですからその意味ではね残念ですけれども今のような状況で中国がどこまでやれるか、うんえー、もう民主化は難しいですよね、うん、でそのむしろ富は全て独裁のために使われてきてるわけだけどこの次にどうなるかっいたら当然のことは先ほど申し上げた通り、うん、貧富の差が広がるわけで、うんうん、これこうなると中国の王朝がね、うん 今まで滅びてきた僕は歴史家ではないけれどもなんとなくいろんな本を読んでて感じることはね例えば疫病例えば大飢饉それから邪教ですよ疫病と飢饉と邪教ですこれが重なるとですね大体お家は倒れるんですねじゃあ今の中国どうかというとね疫病はコロナですよねこれ何とか封じ込めてるけどまた増えてるでしょ。 それから基金っていうのはこれ経済危機ですよね。<ー>これまだもう少し先ですよね。うん、それからまあ、邪教は法輪功、うん。法ね、で一応まだ抑えているんですよ。だけども、じゃ、あこれいつまでもつんかいなという人は。いないわけではありません。うんうん、なるほどね。まあ、でもそういう中国と、まあ、どう対応するかというのは、これからの日本にとって。そう。うん。それが、さっきおっしゃったように。で、経済の部分、ごめんなさい。<経>さっきの続きを言うとね。 ビジネスマンにとっては中国とどう付き合うかってものすごい難しい判断なんですよ。うん、でも私はこう次のようにお説明していてこれからは、ね、中国にその投資して中国でそのおいい意味で金儲けをするとこれはもちろんこれからも進めざるを得ないし、うん、デカップリンなんかできませんからだけどもこれからどうなるかという2つのことが起きますと。1つははインターネットの世界では、うん 中国を中心とするインターネットのシステムと、うん、そうでないインターネットのシステムに分かれていく、うんまあ、グレートファイアウォールがあるわけですよね。はい、そして両者は最小限の互換性を持ちながら別々に発展しがざるを得ないと思います。で日本はもちろん他の国と同様ですけど両方に足をつくまなきゃいけない部分があります。ももう一つもっとと大事なことはですね 今までは技術移転も含めて比較的自由に中国に対してものを出していたわけですが、はいはい、これからはです、ね、国家安全保障上重要な技術、はいうん、それからそれに関連する製造技術、うんえー、等々の情報ですねこれについてはです、ね、もう中国に出さなくなるこれはおそらく世界中みんなそうだと思いますね。るのです、ねえー、そととなるとやはりその 皆さんがやっておられる業種はね、うん、そのような国家安全保障上機微な技術に関連するのかどうかもしないのであれば、ねうん、もうどんどん中国行って、はい、中国の企業になったらどんどん設けてくださいとそれは問題ありませんただ、もし皆さんがやっておられることが国家安全保障上機微な話であればです、ね、これは戻ってきてくださいということを今、申し上げています。うん まあででもなかなかか大変すだって一つの IT とかそんなんだってあ,のあるこう単体だったらすぐそれ輸出止めたりいろんなことできますけど、うん、あらゆるものに入ってるわけじゃないですか。ですからその中でとにどうするか高度なのものと高度のなものに分けていかざらえなくなるとは思いますよ。うん、あとやっぱり何て言うかなグローバルのやっぱりあれだけの十何億ですかそれが今回ガソリンじゃない LT そう の値上がりがあそこの中国の人がたくさん買ったからとか、うん、なんとかいうのがありますかれ、ね、それ本当に複雑に絡み合ってますよねそれは中国を大きな増ですからねちょっと動いただけでみんなを大変な影響を受けることは,これは間違いないじゃあ日本にとっても本当に大変な 道だけどそしかし、私はデカップリングとか金融をしたりということを言っているわけではないんですが付き合い方の中で今まではビジネスの経済合理性に基づく利順これが最優先でよかったかもしれないけれども今のような戦略環境の変化によってはこれからはビジネスという場合にも戦略的な合理性と。 それから経済的な合理性2つあって、うん、有事の場合には戦略的合理性が優先する、うん、経済的合理性は二の次になる、うんうん、このことを忘れないでいただきたいと思いますはい、えー、そろそろ時間があともう少なくなったんで、はい、えと総選挙の中のテーマがいくつか上がってきましたま,まずは1%をもっと増やせっていう議論が出てきました、ね、ああこれはどうですかえ 1> 1ってなんか今ん一って回まあけどきね <laughs>、うん、この1%論っていうのもこれも何十年も前の話だし。はい でも逆に言えば敵基地攻撃能力って向こうがどんどん新しいねあのミサイルでも移動式のとこかとかしたからってそうすると敵基地攻撃能力も何もないんじゃないかって気言いたくはないけど2 0 0後先ほど言ったようにヨーロッパでそして中東でやっていた時代には必ずしも日本にはスポットライト浴びなかったかもしれないけどもこれから主役としてやんなきゃいけない時にねうん、うん 果たして我々が今までやってきたことがで大丈夫なのかということは有権者の皆さんも考えながら投票していいいたただきたいと思いますね米国に頼りきりというか、うん、うアメリカがもっと日本強くなれと言っている時にアメリカに言われ,言われるかどうかポイントではなくて、うん、日本がどうやって生き残るかを考えるトですよねこでないと日本はこのまま一旦二流国になりますよ。 そうならないようにするにはどうしたらいいか。うん しかもお金はね、あのあまりないし、人口は減るわけだし、そして頭使うしかないじゃないですか。なるほど、その頭に対して投資ができるのか。じゃあ次の総理は非常に責任重大ですね。最後にあの今度中日日本大使に指名されましたラームエマニュエル氏ってどんな人ですか。これは強力な人ですね。オバマ政権の首席補佐官でもあるし、その前確か下院議員だったし、で直近はシカゴ市長です。 うん、まあ民主党のある意味でうんいい意味でのポリティカルマシーンですよ、うん、敵も結構多かったんですけどね、うん、ああいう強力な人がやはりあの東京にいるっていうのは大事でなぜかっていうと大統領に電話できるからアメリカの大使はね別にいても何の役に立たないんでまずいっていう時に大統領に電話してくれなきゃ意味がないわけですよ。あ ええー、要求も多いのかなと思って、心配ですけどね、うん。まあ、あの、日米でやっていくのが一番賢い方法だと思いますよ。あの、日本だけでやるって言ってはあるかもしれないけど。うん、コストが高すぎます,よいいす、ね。はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました。はい、それでは、今日はこの辺で。